エンゼルスの大谷翔平投手は5日日本時間6日敵地のレッドソックス戦に3番投手兼 DH で投打同時出場し今シーズン3勝目を挙げた今シーズン最長の7回を投げて11奪三振 無死球、6安打、無失点の力投で自身3連勝となった。右股関節の針で投板日がずれ、中7日で迎えた今季5度目の投板。2連勝中の勢いそのままに、初めて投げる1912年に会場したメジャー最古の球場、ボストンのフェンウェイパークで躍動した。今シーズン最長の7回を投げ切り、球数も今季最多の99球。 そのうち8 1球がストライクで、ストライク率81.8%は、メジャー5年目でベストの結果だった。さらに元祖二刀流のベイブルース以来、およそ103年ぶりとなる、聖地フェンウェイパークでの東打二刀流出場だった。大谷は初回から相手打者を翻弄した。キレのあるスライダーに空振り三振を喫した相手打者が、これは打てない、と言った。 ポカンとしたた顔を浮かべる一幕もあった安定感抜群のピッチングで要所を締め、レッドソックス打線に得点を許さなかった。また、29度の空振りを奪い、自己最多を更新した。バットでは、8回にグリーンモンスターを直撃するタイムリーを放つなど4打数にんだ1打点をマークした。チームは2連勝を飾った。 この試合の大谷を称賛するコメントを紹介する。対戦したレッドソックスの選手からの賛辞が止まない。J.D. マルティネスは大谷と3打席で対戦した。初回2アウト1塁の場面では2塁ごろに打ち取られ、3回2アウト12塁では、フォーシームに空振り三振。6回ワンアウトではレフトへ2塁打を放って木を吐いたが、チームはゼロ更新だった。 大谷の最速161キロを記録した豪速球は、動く球だったという。難しかった。球種がすべて予測不可能だった。速球は一部がツーシームで、他はカット気味だった。スライダーも内角すれすれのものもあれば、一部ベース上を横切っていくものもあった。スプリットを投げてきたが、過去数回見たスプリットとは違う方向に動いた。 保守のスタッシーも予想外のところに来たという感じだった。とにかく彼は手強い。平均以上の球種がたくさんあって、どの球も強烈に力がある。160キロ前後の豪速球にスプリット、そして今年はスライダーがキレキレだ。打つのは本当に難しいよ。あんなに力を込めて投げてくるから。どの球種もとても力を入れて投げてくる。 変化するものもあれば、しないものもある。そして内角すれすれの球もある。試合中見ていると、他の選手は、変化球が来ると的を絞っていても、変化しなかった球もあった。あとフロントドアのスライダーは、球界屈指だね。オールスター戦に4度選出され、通算269本塁打を誇るスラッガーも苦笑いを浮かべるしかなかった。 レッドソックス先発のリッチヒルもこの日、5回を1安打、1死球、無失点、6奪三振と高騰した。両チーム無得点のまま、68球で降板した。メジャー18年目のヒルのコメントには、敗れはしたものの充実感と敬意が溢れ出たものだった。大谷は演籍最高の選手だと思っている。満場一致で全員がその考えに同意すると思う。 彼みたいな選手が出てきたのは本当に特別だと称賛した。そして、大谷のプレーを見られるのは本当に恵まれている。僕らが目撃していることに、みんな感謝しているはずだよ。これまで100年間見ることができなかったし、今後100年見られないかもしれないからねと、ベーブ・ルースの再来とされる二刀流パフォーマンスにも舌を巻いた。ルはメジャー通算74勝53敗。 メジャーで11球団を渡り歩き、レッドソックスには今季7年ぶり3度目の復帰したシーズンだ。レッドソックス時代の同僚には松坂大介、岡島秀樹、田沢淳一、上原孝二らがいた。エンゼルスでも14年にプレーしている。エンゼルスの地元紙、オレンジカウンティレジスターのエンゼルス版、ジェフ・フレッチャー記者は、5回終了時に、皆さん、 今日の大谷はとんでもないですよ、と驚愕のコメントを残した。そして7回終了時点には、彼がメジャーリーグでプレイした中で、最高の投球だった、と綴っていた。スポーツ専門誌、スポーツイラストレーテッドは、昌平大谷は本当に素晴らしい。すでに10個の三振を奪っている、と絶賛している。米スポーツ局、 フォックススポーツでアナリストを務めるベンバーランダー氏が、昌平大谷は完全にインクレディブルだ。なんということだ、とコメントを残している。バリースポーツウエストの実況パトリック・オニール氏は、投手、そして打者大谷の驚くべきパフォーマンスだった。大谷は上気を一した選手だ、と賛辞を惜しまなかった。その出色のパフォーマンスには、目の肥えたアメリカの記者たちも脱帽している。 ボストンの地元スポーツメディアである、アイハートメディアのゲティンクールボー記者は、スターのショーだ、と自身のツイッターに、目の当たりにした異彩の凄みを記した。時に、我々はノートパソコンを閉じて、記者席を離れ、スタンドに座って、ただ試合を見なければならない時がある。翔平大谷が、同じ試合で投打に活躍した今日の試合はまさにそれだった。 大谷は朝にベイブ・ルースの再来だ。また、レッドソックスの地元紙ボストンヘラルド電子版は、フェンウェイ・パークの初登板で、ベイブ・ルース本人も誇らしく思うような二刀流パフォーマンスを披露したと称賛した。フェンウェイ・パークでビジター投手の7回無失点、無支球、10奪三振以上は、長い歴史の中で史上4人目であることを伝えた。 地元テレビ局 NBC スポーツボストンのジョン・トマス氏は、試合後の放送で、大谷は100年前のベーブ・ルース以来、最高の二刀流選手だ。ベーブ・ルースを含めても最高の二刀流選手かもしれないとリポートした。米スポーツ専門局、ESPN のランディ・ウィルキンスも、昌平大谷は、現代に登場した野球界の宇宙人だ。ハイレベルなプレーを続けるのが、 ただでさえ難しい今の球界で、どうしてあんなにも上手くなれるのか理解できない。ベーブ・ルース以来の最高の二刀流パフォーマンスで、フェンウェイ・パークに痕跡を残した、とコメントを残した。投打にわたる活躍に、同僚からも驚きの声が上がった。メッツから加入し、今シーズン、ローテーションの一角を担う、ノア・シンダーガードは自身のツイッターで、ワウタニと投稿している。 すごいものを見た。天使の輪をライトアップしなきゃ、と大興奮で、チームが勝つとライトアップされるエンゼルスタジアムのシンボル、天使の輪を引き合いに解消を喜んでいた。最後に、ジョーマドン監督。人々が彼のやっていることがどれだけ異常なことかを理解してくれたらと私は願っている。これが当たり前のことだと絶対に思わないでいただきたい。 大谷は足に少し違和感もあって、寒さもあった。昨夜の試合は確か11時頃まで続いていた。その状況で今日の試合に出場し、おそらく今シーズン最高の投球をした。しかも我慢強い打線を相手にね、と三時の言葉を惜しまなかった。バットでは、8回ノーアウト満塁でグリーンモンスター直撃のタイムリー二塁打を放った。 4回のセンターフェンス直撃のヒットと合わせ、6試合ぶり今シーズン7度目のマルチヒットをマークした。あの打球はブルペンに入りそうだった。以前にも言ったことがあるが、彼は自身がどんなプレイをしているのか常にわかっている。彼に全て任せておけばいい。相手打者が、前の試合や前の打席で、どういうプレイをしていいのかを、彼は見ている。 自分の力量を分かっている。それくらい彼は優れている。自分よりチームのことを考える選手なんだ。今日は彼を称賛したい。本当に今日は特別な活躍だった。マドン監督は、つになく上機嫌で歴史的一戦を振り返った。